代表作白夜行、秘密などを手掛けた東野圭吾さんは、豊富なトリックを織り交ぜ深い人間描写で描いた多くのミステリー小説を発表し続けたことが評価され受賞しました。東野さんは、受賞はこれまでにお前が辿ってきた道は間違っていないという励ましの言葉と受け取らせていただきますなどとコメントしました。また歌人の俵万智さんは、代表作サラダ記念日など多くの斬新なスタイルの短歌を創作するとともに、作詞やコラムの執筆など多彩な活動が評価され受賞しました。大好きな短歌をこう思う存分作ってきた、ただそれだけなんですけれども、そのことに対してこんなに大きなお褒めをいただけたっていうことは本当に、光栄ですし、嬉しいことだなというふうに思いました。今回は684人と26の団体が受賞しました。